テヘランは西アジア、イランの首都で同国最大の都市でありかつ、テヘラン州の州都、人口1222万3598人、2016年の都市圏人口は1、367万人であり、世界有数の大都市圏を形成している。テヘランはイランの文化的中心でもあり、多数の博物館、美術館、宮殿、文化センター、 高等教育機関を要する宗教的中心でもあり、イスラム教のモスクのみならず、キリスト教の教会やユダヤ教のシナゴーグも各所に見られる。住民の大多数はシーアハイスラム教徒、20世紀から21世紀にかけて、イラン各地から大量の人口流入があり、人口が急増した。テヘランの住民はペルシア人が大多数を占めている。他にはアゼルバイジャン人。 アルメニア人、ユダヤ人などもいる。住民の98.3%はペルシア語を話す。1857年のテヘランの地図。この時期は未だ球場壁のままである。この街の起源ははっきりはしていないが、発掘調査からは、起源前6000年の住居跡が見つかっている。旧世紀には南 8km にある近郊の例が、この地域の首有であり、テヘランには、 村があったものの何ら注目を浴びていなかった。1220年、霊がモンゴル帝国に襲撃されて徹底的に破壊されると、霊の人々はテヘランに避難し、この時から都市としてのテヘランの歴史が始まった。当時は、霊の人々のテヘランなどと言われた。14世紀、テヘランは名の知られた町になり、1404年、カスティーラ王国のエンリケ3世が、 ティムール帝国に派遣した大使であるルイ・ゴンサレスで、クラビホがサマルカンドに赴く途中にこの町に立ち寄った。これが西洋人がこの町に足を踏み入れた最初である。この時代までは町には城壁がなかった。17世紀にはサファビー町の支配者たちの住居も作られた。1553年から1554年にかけて、タフマース部一世はバザールと城壁を作り、 商業機能と防衛機能を強化されたテヘランは、次第に大きな街となっていく。しかし、アッパース一世がウズベクとの戦いに行くために、テヘランを通った時、王は病気となり、その後、王に嫌われた街となってしまった。18世紀、残土朝のカリームハーンは、テヘランに宮殿とハーレムの建設を命じ、政府機関も移転する予定であったが、とは、最終的にシーラーズになってしまう。 サーダーバード宮殿内の緑の宮殿、ガージャール朝時代に夏の離宮として建設されたテヘランがイランの首都になったのは1795年、ガージャール朝のアーガーモハンマドシャーがこの地で退官した時である。彼はゴレスターン宮殿の造営を開始したものの、この時期にはまだ城壁はタフマース部一世時代に建設されたものと全く同じ規模であった。 この小規模な城壁では増大するテヘランの人口を収容しきることはできず、北部城外には富裕層の南部城外には手工業者たちの居住地が建設されるようになっていた。ガージャール朝四代国王であるナーセロッティンシャーは、この状況を改善するため1869年により城壁の大拡張を行い、八角形で全長 16km12 の門を持つ。 新たな城壁が1874年には完成した。旧城壁は撤去され、1889年にはその跡地に鉄道馬車の路線が付設された。1892年にはテヘランから南の霊まで鉄道が開通し、徐々に近代化が進んでいった。しかしガージャール朝の衰退とともに、テヘランにも不穏な空気が漂うようになり、1905年には物価高騰から、 バザールの商人を中心とした抗議行動が起き、やがてテヘランから全国へと波及して1906年にイラン立憲革命が起こった。テヘランでは議会が開催されたが内紛によって弱体化するのを見た国王モハンマドアリーシャーは軍事力で議会を解散させる。しかし立憲派のこもるタブリーズを陥落させることができず、逆に立憲派の反抗を招いて、 モハンマド・アリー・シャーは退位し、ロシア帝国へと亡命して、テヘランを脱回した。立憲派は、アフマド・シャーを即位させた。しかし、イギリスとロシアの介入によって、立憲革命は、失敗に終わり、ガージャール・アサは支配力を失った。これに対し、1921年には、レザー・シャーが、テヘランでクーデターを起こして、政権を奪取し、1925年には議会によって、 皇帝に推挙され、ここにパフラビー城が始まった。1971年に建設されたアーザーディタワーとアーザーディ広場イランでは王朝の交代と共に戦闘が行われるのが常であったが、レザーシャーは首都をテヘランのままにし、逆に大規模な改造を次々と行っていった。1934年には城壁が撤去され、跡地には北のシャーレザー通り、 東のシャバーズ通り、南のシュ,ーシュ通り、西のネザミ通りの4つの大通りが整備された。また、旧市街を貫通する直線の大通りを建設し、旧城壁の環状道路と直線道路の交点には円形の広場が設置された。旧城壁の南端、シュ,ーシュ通りの南側に、テヘラン中央駅が建設されたのも、この時期のことである。現在のテヘランの基本構造は、 この時期によって完成したため、現在のテヘランは、レザーシャーの個人的創造物とも言われる。第二次世界大戦中、レザーシャーは親ドイツの立場を取り、ナチスドイツに侵攻されているソビエト連邦への支援ルートとしてイラン、中間鉄道を使用することを拒否したため、ソ連軍とイギリス軍によって1941年にイラン侵中が引き起こされ、レザーシャーは退位、9月17日には、 両軍がテヘランに入場した。王位は、息子のモハンマドレザーパフラビーが継いだ。1943年には連合国首脳がテヘランに集まり、テヘライ会談を行った。戦後、モハンマドレザーパフラビーは、不王の政策を受け継いで近代化を進めた。テヘランは、首都として急成長を続けており、城壁の撤廃によって郊外への都市の成長も、急速に進んだ。特に、 戦場地の北端はガージャール町時代より避暑地として上流階級の別荘地となってきたが都市の急成長とモータリゼーションの進行はこの地域を新興高級住宅地としさらにこの洋区域を結ぶ地域も高級住宅街として発展していった富裕層が住むシャーレザー通りの北側には新たなビジネス中心が作られ開発が進んだ モハンマドレザーパフラビーも1971年にペルシャ帝国建国2500年祭記念事業としてシャイヤードタワーを市の西部に建設するなどモニュメントの建設を行いテヘランの整備に努めた。モハンマドレザーシャーの独裁と急進的な西大川は市民の反発を買い1979年にはイラン革命が起きて皇帝は失脚し ルーホンラー・ホメーニーによる革命政権が誕生した。革命政権はパフラビーに基づく通りや建物の名前を解明させたものの都市開発の方向性自体はパフラビー時代を踏襲した。しかしシャアがアメリカ合衆国へと亡命したため両国間の緊張が高まり、1979年11月4日には、 テヘランのアメリカ大使館を占拠してシャアの身柄引き渡しを求めるというイランアメリカ大使館人質事件が起きた。これによって両国の関係は決定的に悪化した。イランイラク戦争ではスカットの標的となり度重なる空襲もあり甚大な被害を出した。同時にテヘランには難民が集まり混乱をきたした。イランイラク戦争当時は ソ連式の集合住宅が無計画に作られ、テヘランはさらに歴史的建造物を失った。現在では50階を超えるアパートなど超高層、建築のビルが増えている。2007年には高さ435メートルの新しいランドマークボルジェミーラードも完成した。反米強硬派で交渉することすら不可能であるとされたアフマディネジャド元大統領が人気満了で退任したことがきっかけとなり、 新大統領に選ばれたローハニ大統領は対米オンケ派とされており、これをもって2016年からアメリカ合衆国との外交対話関係が回復し、国民の多くはインターネットで動画サイトを楽しむ状況となっており、世論として冷戦初期革命前には欧米風ジーンズを履く若者が多かったほど世俗的であった首都テヘランは急速に親欧米国家に戻りつつあると言われている。 テヘランの人工衛星写真、周辺領域も含めると東西 40km、南北 30km の範囲に都市が広がっている、市の北部、ディジンスキー城から見た、ダマバンド山イラン高原の北西部の標高 1200m ほどの地点にある、北部にアルボルズ山脈がそびえ、銅山脈及びイランの最高峰である。 ダマーバンド山から南西に 66km 離れた山麓に位置する。南には中央砂漠が広がっている。テヘランはアルボルズ山脈からの扇状地の先端に位置する。山脈と扇状地の境界付近に北テヘラン断層、さらにその北には模写断層が分布しているほか、市南部には霊断層が分布しており、活断層に囲まれている。テヘラン市街は 中心部を東西に走る大通りであるエンゲラーブ通りによって南北に分けられる。エンゲラーブ通りは取り壊されたテヘラン球場壁の北端に位置し、通り南は旧市街となっている。エンゲラーブ通り北は行政機関や企業が集中するビジネス中心地区であり、パフレビー城成立以後に開発が進んだ地区である。エンゲラーブ通りに面して北側にはテヘラン大学のキャンパスがあり、 通りの西端にあるアーザーディタワーは1971年に建てられたテヘランのシンボルであり、上の展望台からは違いが一望できる。エンゲラーブ通りの少し北には1979年に起きたイランアメリカ大使館、人質事件の舞台となった旧アメリカ大使館があるが、現在は閉鎖されている。テヘランの北端近く、丘陵のほぼ北端には、パフレビー町時代には、 夏の離宮として使用されたサーダーバード宮殿があり、現在では宮殿博物館としてここも観光名所となっている。また北端にはトチャル山へと登る全長3200メートルのロープウェイがあり、頂上からは市街が一望できる。これに対し南部は市の中心であるエマームホメーニー広場や、その南にはかつての商業中心であるバザール、 球場壁の南側には、テヘラン中央駅も存在する。バザールの商業的機能は低下しつつあるが、それでもテヘラン有数の商業地であり、多くの人が訪れる。エマアム・ホメーニー広場とバザールの間には、ガージャール朝の王宮であった、ゴレスターン宮殿があり、現在では王宮博物館として、美術品などが展示され、庭園と共に観光客の多く訪れる名所となっている。 一方、エマアム・ホメーニー広場から北のエンゲラーブ通りまでの間には、イラン国立博物館やイラン中央銀行、その中央銀行の地下大金庫内にあるイラン宝石博物館など多くの観光名所が存在する。中でも宝石博物館には、イラン王家の象徴である空弱の玉座や百八十2カラット、あって世界最大のダイヤモンドの一つであるダルヤ・アイエヌール、 レザー、シャアの王冠や五万千個の宝石を散りばめた地球儀など、イラン王家の所蔵していた非常に貴重な宝石類が収められている。テヘランが巨大化するにつれて、周辺も市街地化が進むようになったが、都市化は主に北へ向かって進み、南へはそれほど伸びてはいない。これは、標高の高い市の北部の方が環境が良く、夏の暑熱もしのげるために高級住宅地となって、 いるからである。これに対し、南部は下町となっており、貧富の差によって、おおよその住み分けが行われている。テヘランでは、地元民は、市街北部を上、市街南部を下と呼ぶ。これは、テヘランがアルボルズ山脈のふもとにあるため南北に、高低差があることに加え、所得水準にも差があるためである。近年では、北西部や西部の都市開発も進み、 新興住宅街が成立している。市の南部にはイラン最大の墓地であるベヘシュテザフラー墓地があり、ルーホンラーホメーニーの母廟であるホメーニー廟もここに建設されている。東京都市圏と井戸がほぼ一致する。例えば、テヘラン中央駅と渋谷駅が同井戸にある。テヘランの水は、テヘランの北西 30km、キャラジ市にあるにある、カラジダムをはじめとするダムに依存している。 キャラジ氏はこのダムの電力により発展し、テヘライ郊外の工業都市となった。欠片の気候区分では、ステップ気候に属する。冬季は寒く、1981から2010年平年値での、最寒月である1月の平均気温は5.1度、最低気温極値は低く、摂氏21度にもなる。冬季は、降水量も多いため積雪になることもあり、北端の山々は、 スキー場となっている。一方、夏季は乾燥していて、非常に暑く、ほとんど雨は降らない。しかし乾燥しているため、夜間は涼しくなる。最も暑い月である7月の平均気温は31.2度、最高気温極地は42.7度である。テヘランは、イラン国内では、気候の穏やかな地域であるが、時折激しい気温の変動に見舞われる。観測史上の最高気温記録は、 摂氏43度、最低気温記録は摂氏15度である。2008年の1月5日及び6日には、わずかな雪が降った後に大寒波と大雪がテヘランを襲い、1月6日及び7日には、指標議会の要請を受けて政府は、正式に、非常事態を表明する事態となった。2005年2月の大雪は、市外全域に降り積もり、市の南部では、積雪が15センチメートル、 市の北部では1メートルにも及んだ。この時は70便以上のフライトが中止され、また多くの便で遅延が発生した。道路の除雪のために1万台のブルドーザーと1万3000人の労働者が投入された。テヘラン市は22の区に分かれている。濃い水色はテヘラン軍生きテヘランはテヘラン州に属する。テヘラン州は13の軍に分かれ。 テヘラン市域の大部分はテヘラン軍に属するが、テヘラン軍とテヘラン市の区域は一致しない。テヘラン市は一部周辺軍にもまたがり、一方で、テヘラン軍内でもテヘラン市に所属しない地域もある。テヘラン市は北を、シェミーラーナート軍、東を、テヘラン軍の多自治体、南を、イ軍、エスラームシャフル軍、西を、シャフリアール軍とキャラジ軍に接する。テヘラン市は22の区に分かれている。 1> 第1区の大部分と、第2区の一部は、シェミーラーナート軍に、第20区の全域は、イ軍に、第18区の一部は、エスラームシャフル軍に属している。テヘラン市の政治は21人の評議員からなる。テヘラン市評議会が担当している。市長は、評議会によって選出される。1908年から1920年までは、内務大臣が、 1920年から1988年までは、テヘラン州知事が市長を任命していたが、1988年に、現行の方式に改定された。任期は5年である。改定当初は改革派の市長が、相次いで選出されていたが、2003年に、イスラム主義の政治連合イラン・イスラーム同盟の指示を、受けて保守強硬派のマフムード・アフマディ・ネジャードが市長に、 選出されると保守的な政策を相次いで打ち出すようになった。2005年にアフマディ・レジャードが大統領選に出馬し当選すると指標議会は新市長として大統領選で5位だったやはり保守派のモハンマド・バーゲル、ガーリー・バーフが市長に選出され2017年まで務めた。2018年5月に市長に選ばれたモハンマド・アリー・アフシャーニーは改革派。 テヘラン市外プライスウーターハウスクーパースの公表した調査によると、テヘランの2008年の都市 GDP は1270億ドルであり、世界第47位である。テヘランはイラン経済の中心である。イランの公的部門の労働者の30%は、テヘランに集まっており、大企業も45%がテヘランに集中している。テヘランの労働者のほぼ半分は、 政府関係の職についている。残りの労働者のほとんどは、商店主、工場労働者、交通労働者である、イラン国内産業の半分以上がテヘランに基盤を置いている。主な産業は、自動車製造、電子機器及び部品製造、武器製造、繊維、砂糖、セメント、化学など、またカーペット製造と、家具製造も盛んである。テヘラン南港の例には、 石油生成所が位置する。かつてはイラン国内の商品流通のかなりはデヘラン旧市街のバザールが握っていた。現在ではその影響力は縮小傾向にあるもののまだ卸売業を中心に大きな影響力を持っている。トルコ、イラン、パキスタンなど中東及び中央アジアのヒアラブイスラム諸国10カ国から構成される経済協力機構は テヘランに本部を置いている。テヘラン旧市街の南端にあるテヘラン駅からはヨーロッパ方面も含めて24時間列車が運行されている。テヘランはイラン国内のほぼすべての主要鉄道路線の起点となっており、イラン縦貫鉄道もテヘランを通過する。これらの鉄道網はイランイスラーム共和国鉄道によって運行されており、その子会社であるラジャー旅客鉄道が テヘラン近郊及び長距離の旅客輸送を担当している。テヘランには、市の西部にあるベヘラーバード国際空港と、市の南5 0トルにあるエマーム、ホメーニー国際空港の2つの主要空港がある。以前のメイン空港は、ベヘラーバード国際空港であったが、周辺が市街地化し、拡張が難しくなった上手狭になったことから、 2004年にエマームホメーニー国際空港が開港した。以後、段階的に移転が進められ、2007年にはサウジアラビアへの巡礼日に以外のほとんどの国際線がエマームホメーニー空港へと移転された。以後、メイン空港はエマームホメーニー国際空港となり、メヘラーバード国際空港は巡礼線以外はすべて国内線の発着となった。メヘラーバード国際空港は、 イラン空軍の基地も兼ねている。また、ベヘラーバード国際空港には、イランのフラッグキャリアである、イラン航空や、アーリーアー航空の本部がある。この他の空港として、テヘラン駅の南側にあるカレフモレギ空港と、中心部のすぐ東にあるドーシャンタッペ空港がある。テヘラン地下鉄路線図地下鉄テヘランメトロは、郊外線である5号線が1999年に、 中華人民共和国の中国、北方工業講師によって建設され、2000年には5号線の接点であるサーテギー家から町の中心部であるイマームホメーニー駅までの2号線制半部が最初の地下鉄線として開通。2001年には南北を走る1号線の一部が開通し、2012年には3号線が開通した。2015年現在では5路線あり。 中近等有数の路線網となっている。さらに、2路線が建設中、1路線が計画中であり、全部で8路線となる計画である。全7両編成であり、うち2両は女性専用車両となっている。テヘラン BRT 市長の肝入りで、2008年から BRT と呼ばれる道路上にバス専用のレーンが作られ、そこにバスが運行されている。 バス専用レーンはフェンスで囲われているため一般の車両は全く進入できずバスだけが道路上を高速で走行する現在は3路線でバス停は60カ所あるアジア初であったトロリーバスも健在であるテヘランにはイランで最も古く西アジアでも有数の歴史を誇る大学であるテヘラン大学をはじめ多くの大学が存在するトチャルスキー城テヘランで 最も人気のあるスポーツはサッカーであり、市内には多数のプロサッカークラブが存在する。2013年現在、イランのプロ一部リーグである、イランサッカーリーグに所属しているテヘランのチームは、エステグラルテヘラン、ペルセポリス FC、ラーフ・アーハン FC、ナフト・テヘラン FC の4つである。中でも古い歴史があり、実力もあるエステグラルテヘランとペルセポリス FC の 直接対決はテヘランダービーと呼ばれ、多くの観客が押し寄せる。テヘランのメインスタジアムは、中央自民が9万人を超えるアザビスタジアムであり、エステグラル、ペルセポリスの両チームもここをホームグラウンドとしている。このほかラーフ・アーハン FC が本拠を置くラーフ・アーハンスタジアムや、その隣にあり、ナフト・テヘラン FC が本拠を置く。 シャヒード・ダスト・ゲルディ・スタジアムなどのスタジアムもある。また、男子バレーボールの競合チームである。米韓テヘラン VC もテヘランに本拠を置くチームである。車で10分のところには、標高3800メートルから滑り降りる。スキーリゾートのトチャルをはじめ、ディジン、シェムシャークなど、スキー場が多い。現在テヘランで最も深刻な環境問題は、大気汚染である。これは、 テヘランの成長によって自動車が急増したことに加え、もともと内陸の盆地にあり、北をアルボルズ山脈に遮られたテヘランでは空気がよどみやすいことが原因となっている。テヘランはスモックに覆われることが多くなり、2006年には1日あたり約27人が大気汚染のために死亡しているとの推計もある。 地元当局によると2007年には1ヶ月に3600人が大気汚染のために死亡しているとしている。2013年1月6日には保健衛生当局が2012年の1年間で4460人が大気汚染が原因で死亡したとする報告書を発表した。大気汚染の80%は自動車によるものであり、残りの20%は産業活動によるものである。 テヘランのパノラマテヘランの夜景、ありがとうございます。